ミケロブ・ウレトラ・アリーナは、ネバダ州パラダイス・ラスベガス・ストリップのマンダ・レーベイ内にある1万2千人収容の屋内アリーナ。MGM リゾーツ・インターナショナルが所有。2018シーズンからワンバ・ラスベガス・エイシズの本拠地として使用されている。1999年の開業からマンダ・レーベイイベントセンターの名称だったが、2021年に アンハイザー・ブッシュと命名権契約を締結して、同社のビール、ミケロブ・ウルトラにちなんで、ミケロブ・ウルトラ・アリーナと改名された。UFC やボクシング、プロレスなどの格闘技の会場に使用され、また、2007年の NBA セレブリティオールスター、ラテングラミー賞、ミス・ユニバース2010の会場にもなり、ボンジョビ、ジャネット・ジャクソン、ビヨンセ、デスティニーズ・チャイルド、 ブラック、アイドピーズ、ブリトニー・スピアーズ、スパイス・ガールズ、テイラー・スウィフトらがライブを行った。映画のロッキー・ザ・ファイナルの撮影が同センターで行われた。 http://www.mandalaybay.com <は>スラッシュエンターテインメントスラッシュ venues.aspxretrievetjune182009? ありがとうございます。